動画ご覧の皆さん、こんにちは。エキゾチックホビーズです。今回はビスポさん原型制作のレーシングアスカを作っていこうかなと思います。大きさとしてはね、これかなり大きいガレージキットになりますね。でこのキット、まあ、6分の1サイズになるんですけど、まあ、エヴァンゲリオンストアの結構大きめの箱に封入されていました。あの箱はまあこんな感じで、アスカのステッカーが段ボール箱に貼られていますね。でこのキットなんですけど、入手手順というか入手経路がちょっと特殊で、だいたい今ガレージキットの購入経路っていったワンダーフェスティバルとか、あとはブースとか、あとトレジャーフェスティバルオンラインとかが結構メインの経路になるかなと思うんですけど、このキットはねエヴァンゲリオンストアでのオンライン販売という形をとっていたみたいです。まあ、僕が買ったわけじゃなくて、このキットはの制作代とこうという形でうちに来たので、まあちょっと僕は買ったわけじゃないんですけど、まあまたねこれあのバイクにまたがった造形になっているので、バイクのパーツがめちゃくちゃ多いですね。100パーツを優に超えてくる超大型キットになっております。こんな感じで段ボール箱からどんどんパーツが出てきます。で中身、スクリーンとか、あと、ヘルメットのシールドの部分に関してはクリア樹脂が使われていますね。でアスカ本体の方なんですけど、だいたいねバイクのパーツの3分の1か4分の1ぐらいになるかなと思いますね。正直まあアスカのガレージキットではあるんですけど、本体がねもう正直どっちが本体かわからなくなるぐらいバイクの方が大きいですね。では作っていきましょう。でまずはねエンジン周りから作っていくんですけど、パーツの数が、普段はまずヤスリ掛けをしてパーティングライン消して、でその後組み立てていくっていう手順で僕は普段やってるんですけど、このキットに関してはパーツの数がめちゃくちゃ多いので、まあ、ヤスリ掛けは組み立ての時に邪魔になるところをほどほどにヤスリ掛けをしてパーティングラインも削って組み立てを先にやっていくことにしました。まあ、エンジンから作っていきました。まあ、見たわかると思うんですけど、エンジンブロックもかなり細かく造形されているのがわかるんじゃないかなと思います。エンジンもね、エンジンヘッドカバーとかキャブレターとかオイルパン、エレメント、ラジエーターホースっていう感じで、まあ、実写のバイクに寄せてかなりリアルに作り込まれているのがわかるかなと思います。まあ、エンジンが組み終わったらこんな感じでフレームに乗せていきましょう。でエンジンにくっつけるエキゾーストパイプなんですけど、エキパイの方もしっかりと軸打ちをしておいた方が固定性がしっかり得られるのでいいかなと思います。まあ、フレームに乗せた後はこんな感じでエキパイ、あとラジエーターコアとかを取り付けていきます。まあ、取り付けに関してはしっかりと穴を開けて軸打ちをしておきましょう。でフレームの方にしっかりとこれあのヘッドライトとかフロントカウルがくっつくところのアームをつけておきます。ラジエーター周りに関しても、まあ、ラジエーターホースであったりとか、このラジエーターキャップに関しても別パーツ化してしっかりと作り込まれているのがかなりの高ポイントかなと思います。でところどころのホースに関しては造形がかなり細かくてかなり入り組んだ造形になっているので、どこのホースがどこのホースとくっつくかっていうのがちょっと分かりにくいところもあったりするので、しっかり仮組みをやっておいて、もう僕はねこの時点で細かいパーツに関してはある程度ブロックにまとめる感じでもうくっつけておきました。でリア側のブレーキディスクなんですけど、キャストで抜いた時に変形があったみたいで、結構ね変形が強かったのでヒートガンで加熱をしてまっすぐの震源に矯正しておきました。でこれリア周りの足回りなんですけど、あのホイールをつけてブレーキディスクを取り付けて、こっちはチェーンですね。チェーンはスイングアームの真ん中の空洞の部分に通すような形になっています。でまああとはブリディスクの軸打ちに関してはちょっとねディスクの方もしっかりと固定しておいた方がいいかなと思ったので、あの一箇所だけこんな感じで真鍮軸を通しておいて、スイングアームを取り付けた時に見えなくなるところでハブトを固定しておきました。サスペンションの組み立てをしていきましょう。スプリングに関しては本物の金属パーツが封入されています。まあ、ダンパーの部分に穴を開けて軸をしっかりと通していきます。でこんな感じでスプリングを通して穴を開けて、先ほどの穴のところにこうやって軸をダンパーの軸を通していくっていう感じですね。でスイングアームとの固定なんですけど、下側の十字レンチみたいな形になっているところが接続されるのと、あとはダンパーの上部分がこんな感じで軸で接続する形になります。ではステップの方を作っていきましょう。右側のリアブレーキ側を処理していきます。まあヤスリ掛けをしてあの形をしっかりと作ってから仮に接着をしておきます。で左側のステップの方なんですけど、このエンジンのところにあのマウントがあるので、ここにしっかりと軸を打っておいて、ステップのアームの部分、クラッチアーム、クラッチじゃない、ジキアのアームの部分を固定しておきます。
で、まあ、ボディというかタンクとかカウルになんですけど、結構ね、大きなパーツがあるので、まあ、ヤスリ掛けというか細かい分割に関しては非常に楽ですね。タンクからリアカウルまでは結構なシンプルな設計なんですけど、フロントディスクとか足回りを前の側方も作っていきましょう。で、このフロントディスクね、やっぱ2枚ともこっちも結構ぐにゃぐにゃに曲がっちゃってたので矯正していく必要があります。で、これね、ハブのところからこのブレーキディスクのところに向かってちょっとね、テーパーの角度がついているので、このテーパー角が弱くなってしまわないようにプライターを使って1センチのほだかをして角度をちょっとつけて矯正しておきました。で、フロントブレーキをつけて、フロントフォークのトップブリッジを取り付けるとこんな感じになります。あとはね、フロントのブレーキシリンダーなんですけど、ここちょっと取り付けてしまうと後で多分ね、なくしちゃうというか折れちゃう可能性が非常に高いので、仮組の時では一応クリアランスだけ調整しておきました。ではアスカの方をこの後は作っていく工程になります。まあ、普段の美少女ガレージキットを作っている工程とほぼ似たような感じになるんですけど、まあ、軸打ちをしながら、それぞれの穴を開けて軸を通して固定している感じになります。まあ、今回バイクのガレージキットを作るにあたってよりリアルにするために、まあ、台座の足元にアスファルトのジオラマを作ってみたりとか、あとは歩道をつけてみたりとか、あとは雑草をちょっと生やしてみたりとか、ちょっとね、ジオラマっぽい感じの作品をこれに関しては作りたいなと思っています。まあ、あとは、フロントフォークに関しても、チタンのパイプをちょっと通してメタルパーツ入れてみたりとか、ちょっと、ね、やりたいことがあったりするので、まあ、いろいろと塗装に関しても、まあ、ちょっと見応えがあるものを作ってみたいなと思ってるので、ぜひご覧ください。まあ、美少女キットとはまた違った内容になるので、まあ、ちょっと見たい人がいるかどうかはまた別として、ちょっと自分のモデラーとしてやってみたいことを、ちょっとこのキットに関してはいろいろとやってみようかなと思ってます。まあ、自分でもね、実際バイクに乗ってて、ホンダのホーネット250に高校卒業してから、だからもう10年以上乗ってるんですけど、まあ、バイクの知識というか、乗っているこの趣味が、まあ、ガレージキット作りに活かせるとは思いませんでしたね。結構ね、このキットなんですけど、エンジン周りのパーツがかなり細かいので、エンジンというかバイクのプラモデル全く作ったことない人とかだと、結構つまずくところが多いんじゃないかなと思いますね。まあ、塗装に関しても実車のようなツヤ塗装であったりとか、あとタイヤのグリップコンとかもね、走ったタイヤってやっぱりちょっと、グリップの跡がつくんですけど、そういったところもね、表現しながら楽しんで作っていこうかなと思っています。で、これヘルメットですね。髪の毛に関しては、まあ一応結構ね、動きのある造形になってるんですけど、パーツ数自体はそんなに多くないので組み立ては割と簡単でしたね。で、後頭部に対して後頭部のサイド側を固定していく感じになるんですけど、このあたりは軸打ちをしておいた方がいいかなと思います。仮組みをしたアスカがこんな感じになります。バイクの造形まで結構ね、カウルを取り付けるとエンジン周りの造形がかなりちょっと見にくくなってしまうんですけど、かなりね、ちょっとまあ過去一大きなキットでもあるんですけど、まあグリパンさんのね、この前作ったカレンもアルトリコーダーぐらいある武器がかなり大きくて、かなり巨大なキットだったんですけど、それを優に超える2倍ぐらいのボリュームのあるキットになってますね。まあ、美少女ガレージキットとはまた違った、ちょっとカーモデルに近いような技術が必要になるかなと思うんですけど、もう、この造形本当に綺麗なんで、気になった方はまた購入して作ってみてほしいですね。まあ、エンジン周りも結構ね、細かく造形が作られているのも、バイク乗りとしてはかなり高評価ですね。で、次回はバイクの塗装をやって次回にアスカの紹介をしていく予定なので、そちらの方も気になる方はご期待ください。ちょっとね、マスキングテープだらけなのでちょっと見栄えが悪いんですけど、ご容赦ください。まあ、この動画が良かった、参考になったといった方はチャンネル登録と高評価の方も、あとはコメントの方もね、ぜひよろしくお願いいたします。私事なんですけど、ワンダーフェスティバルの夏の本申請も済ませたので、7月30日は幕張メッセのワンダーフェスティバルにぜひお越しください。新作、過去のね、イゴールの再販と新作キット2つ用意してます。それでは次の動画でお会いしましょう。あなたの人生がホビーと共にあらんこと、エキゾチックホビーズでした。